こういう風に動画撮るとは全く思ってなかったですね。何も準備してきてない。のどかですよね。のんびり時間が経っていくのが分かります。遊びの中でできた生傷が絶えない子だったような気がするんですけど、遊ばないで家に帰るとかっていうのはなかったですか？自分がちっちゃいなって思うところが行きたいんですよね。なんかすごいでかいスケールのものみたいな、自分自身の再確認。舞台とかって何公演もあるじゃないですか。20公演あったとしたら20分の1とかっていう数字になっちゃうんですけど、その人からしたら1分の1なわけで、強く思うともっと頑張ろうって思うから、俺が絶対成功させてやるみたいな、絶対良かったって言わせてやるっていうか、そういうのが増えたんで、今は舞台で頑張りたいなって思うのもありますし、メッセージとかで今日舞台行きますとか、手紙とかコメントとかがあった方が確信として自分の中で持てるっていうのが最近気づいたこと。